ブリアンとボイスバンドエミル・フランチシェク・ブリアンは、チェコの作曲家、劇作家、演出家。プルゼニ出身。父のエミル・ブリアンは、バリトン歌手で、叔父のカレル・ブリアンは、テノール歌手であった。プラハ音楽院に入学し、ヨゼフ・ボフスラフ・フェルステルに作曲を学んだ。ダダイスムと未来派の影響を受け、1927年に音楽院を卒業した後、 ダダ劇団とボイスバンドを創設した。またすでに1923年にチェコスロバキア共産党に入党して社会主義思想の影響も受けており、1933年に左翼色の濃い劇団 D34 を創設した。1940年からナチスドイツによりテレジエンシュタット強制収容所に収監され、後にダッハウ強制収容所に移された。 収容所では収容者のための文化活動を非合法で組織した。1945年5月3日、ブリアンを含む収容者を乗せた客船カップアルコナが連合国軍の爆撃で沈没したが、九死に一生を得た。戦後は劇団 D46 を創設し、さらにブルノ劇場とカルリンのオペレッタ劇場の監督となった。1948年のチェコスロバキア政変後は、 国会議員に選出され、軍に劇団 D51 を創設するなど社会主義政権の文化政策を推進し、チェコの現代演劇に強い影響を与えた。作曲家としては6つのオペラ、5つのバレエ、カンタータ、公共曲、室内楽曲、ジャズバンドのための作品、付随音楽、映画音楽などの作品を残した。ありがとうございます。